ジョン・ウィリアム・エールマー・トマスは、オクラホマ州選出のアメリカ合衆国上院議員。1876年9月8日、インディアナ州パットナム郡の農場にて、ウィリアム・トマスとエリザベス・トマスとの間に出生。公立小学校に通い、1897年に、インディアナ集団ビルのセントラルノーマルカレッジを、1900年に、 グリーンキャッスルのデポー大学大学院を卒業。法学を学び、1897年にインディアナ州弁護士会に、1900年にオクラホマ州弁護士会に加入し、オクラホマ州オクラホマシティにて開業した。1901年にオクラホマ州ロートンへ移り、弁護士業を続けた。1907年に衆議会議員に初当選し、1920年まで、 在職。上院仮議長を務め、メディスンパークリゾートを設立し、オクラホマ州のメディスンパーク内に作られた、同州発の魚卵賦加場を監督した。1920年、第67議会議員選挙で落選。1922年に再出馬して当選し、第68及び第69議会に民主党員として当選。オクラホマ州選出の下院議員として、 インディアン教育法、マクナリーハウゲン農場法、農民の信用を拡大する立法を支持。また、会員公誘致、再建委員会委員を務めた、エルマートマス。クロード・エム・ハースト、ジョン・コリアーと共に1939年1月に、当時の副大統領ジョン・エヌ・ガーナーによって、再選された後、連邦上院に宣誓するエルマートマス・トマスは1926年、再指名を受けずに、 連邦上院議員候補となり、全州知事ジャック・ウォルトンを破って、1926年に連邦上院に民主党員として当選した。農民に無関心であるとして、クーリッジ政権を批判し、フーバーの1929年農産物市場法を渋々支持し、退役軍人への補助金支給を支持した。1932年に再選され、 フランクリン・ローズベルトとニューディールを積極支持した。具体的には農業調整法の修正案、いわゆるトマス修正を提案した。これは、不況で現金が逼迫した際、ドルに対する金の裏付けを減らし、銀による裏付けのみで紙幣を発行する権限を大統領に与えることにより、農民を財政的に支援するというものである。彼はインディアンに味方し、 インディアン問題委員会の委員長を務めた。ローズベルトは1938年にオクラホマ州を訪問し、トマスの再選のために動いた。トマスは守備よく勝利した。彼は国際情勢に強い関心を持っており、国際連盟やケロックブリアン平和協定、国際司法裁判所を支持した。1935年と1937年に、 中立支持票を投じたが、自身の主な関心は、米国の軍備にあると語った。彼は、陸軍中佐として、軍事情報を担当したことがあり、予備役編入後もその地位を保持していた。1938年6月、軍事予算省委員会の委員長に就任し、危機的状況にある国防の基礎をなす、多数の基地を調査した。第二次世界大戦中、 彼の省委員会は最高機密である原子爆弾計画への資金拠出を確保した。トマスは1944年に再選され、第3位の長老上院議員となった。1944年から1946年まで、また1949年から1950年まで農林委員会の議長を務めた。1945年と1946年に、 ケベックとコペンハーゲンで開催された食糧会議に出席し、1949年にはマーシャルプラン基金の監査の一環として欧州を視察した。1950年の民主党予備選にて AS ・マイク・モンロニーの挑戦を受けた。この時、トマスは指名争いに敗北し、1951年1月にモンロニーに議席を明け渡した。 1957年8月まで、ワシントン DC にて非常勤の弁護士業に従事し、オクラホマ州ロートンに戻り、同地で1965年9月19日に死去し、ハイランド墓地に葬られた。トマスは、1932年に、オクラホマ電動入りした。トマスは、オクラホマ州のウィチタ山地に位置する、メディスンパークの造成に関わった。 公園の西部には、トマスの名を冠する湖がある。湖の外周は8マイル、面積は334エーカーである。ありがとうございます。